私は進路をロム、どこにでもいる普通の女子高生だった。なんで過去形なのかというと、それには大きな訳がある。あれは寝坊して電車に乗り遅れそうになった朝のことだ。ちょっと待って。その時私の体に電撃のような衝撃が走った。痛っ、腰打っちゃった。行っちゃった。今日はアンラッキーだな。この時私はまだ知らなかった。本当のアンラッキーはこれからやってくるだなんて。次の電車が早く来てくれて助かった。先ほど体を駆け巡った衝撃、今度はそれが快感も混ざり合って体を駆け抜ける。何これ、この感覚っていわゆる行くってやつだよね。なんで電車が揺れただけで行っちゃうの。私の体おかしくなっちゃった。それから私は電車の揺れで何度も行ってしまった。フラフラになって電車を降り学校へ向かう。少し休ませてもらうため私は保健室へ向かった。陽子先生、ちょっと休ませてください。どうしたの、顔色悪いわよ。実は、そう口にしようとして私は気づく。電車の揺れで行っちゃって気分が悪いなんて相談したら笑い物になっちゃうって。やっぱり具合良くなりました。無理しちゃダメよ。はい、気をつけます。ロムちゃん大丈夫です。それから私は日常的な生活をしているだけで行ってしまうようになってしまった。例えばスマホが着信した時、授業中先生に当てられた時、それでは次の問題を進路。はーい。さらには友達に肩を叩かれただけでも。ロム、今日どうしたの。なんでもない。どう見てもおかしいでしょ。なんでもないの。当然周りの人は困惑していた。おかしなものを見るように私を見つめる。私は外にいるのが怖くなって家に帰ると自分の部屋に引きこもった。ロム、いい加減出てきなさい。大声出さないで。だけどそう長くは引きこもっていられない。3日もすると私はお母さんに無理やり外へ出されてしまった。学校に行かなくてはいけない。私はしぶしぶ通学電車に乗った。また行っちゃった。もう嫌。お嬢さん、大丈夫かい？大丈夫です。電車の中で言ってるんだろう。やらしい子だ。バレてた。最悪。さあ、おじさんと外でもっといいことしよう。やめて。このまま私はやらしい子扱いされて、おじさんからひどい目に遭わせられるんだ。もうダメだと思った。その時だった。女子高生相手に行けませんよ、おじさん。いて。陽子先生、どうして？ロムちゃんの友達や先生、ご両親から相談を受けて朝から様子を見てたの。みんな心配してくれてたんだ。持続性性感気症候群、それがロムちゃんのかかっているかもしれない病気よ。持続性性感気症候群、通称イクイク病は近年見つかったばかりの病気だ。様々な理由で生きやすい体質になってしまうらしい。でも大丈夫、イクイク病には治療法があった。進藤さんの場合、転んで腰を打ったことが発症の原因でしょう。この病気は様々な治療法がありますが、進藤さんは投薬治療から始めましょう。はい。それから私は今も投薬治療を続けている。イクイク病のせいで大変な目にあったけど、一つだけ感謝していることがあった。友達や先生に、両親、周りの人がちゃんと自分を気にかけてくれてること、それが分かって私は幸せだ。